はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、これね、メモ一人りごとさんのブログからなんですけど、え今後、私たち、あの、地震に注意して生活しないといけないと思います。はい、えー、なぜかというとね、えー、トルーの港でね、大きな地震がありましたよね。で、周りの国々も結構大変な地震があったみたいなんですけど、どうやら、こういったね、世界で大きな地震ですね。 があると、全く違った場所に影響を与えるという、あの、地質学者ですね。はい。地質学者の研究がございまして、なんと、あの、このね、トルーの子のね、大きな地震があった時に、なんと、アメちゃんのね、ニューヨーク、はい。こちらの方でマグニチュード4ぐらいの、 まあ、そんなに大きくはないですけど、中程度ですね。の地震もありました。どうやら、えー、まあ、なんて言うんですかね。その地震のそのプレートっていうのが結構ね、えー、地球上でいろんなところで繋がっていて、真下とか、はい、えー、真下ですね、真下、はい。 真下の場所とか、なんか非常に離れたところに影響が出てしまうという研究結果が出ております。えー、なのでね、これ、あの、当然のことながら、日本も今後、あの、注意していかなければいけないことです。えー、まあ、今回のね、トルコの、まあ、地震ですね。この地震のこともありますけど、その前から、 日本はちょっとおかしな地震の前兆みたいなことがたくさん起きてます。えー、例えばね、えー、クジラとかイルカの大群がね、えー、まあ、なんていうのかな、こう入り込んじゃうとか、あと、まあ、なんていうのかな、味が、味とかね、まあ、まあ、 なんかそういった魚がですね、えー、川の近くにまで押し寄せてくるとか、なんか非常にね、あのー、東日本大震災が起きる前もこういった現象ありました。はい。それとそっくりなことが今起きてきてます。 なので、これ、あの、海の生物っていうのはね、あの、割と電磁波なんか、あの、敏感なんで、え何か異常があるとね、そういった異常行動を示すんですよね。えなので、今後ね、えー、私たち、あのー、非常にね、注意して、あのー、生活していかないといけないと思います。もう一度ね、ハザードマップなんかの確認もお,お願いいたします。はい。 えー、なるべくね、えー、高台に住んでる人はまあ、そんなにね、あのー、新源地でなければね、えー、まあ大丈夫だとは思うんですけど、まあでもそれでもね、物流なんかはストップするので、えー、相変わらずね、備蓄の方はお願いしたいと思います。あと水ですね。 はい。忘れがちです。水。はい。こちらの方もお願いします。はい。もう冗談ではなくなってきました。本当に、えー、注意しないといけない時期に入ってきたということです。はい。えー、世界各地でね、えー、大きめの地震が頻発しています。えー、なのでね、皆さん、あのー、どうか、あもう一回ね、 えー、そういったあ、いろんなものを見直してください。えー、よろしくお願いいたします。はい、えー。まあ、なんと言いますか。まあ、安心してね、えー、生活できる世の中が早く来てくれるといいですね。はい。あと2年ぐらいはちょっと無理かもしれませんけど。 はい。まあ、そんなこんなでございます。こちらの記事の方ね、とりあえず支障がないと思いますので、概要欄に貼っておきます。えー、地質学者の方たちは有名なね、えー、まあ、遠く離れたところにもね、影響がありますよと、今後地震が頻発しますよと、まあ、そういうことを言ってました。えー、それでは、こちらの記事も貼っておきますので、皆さんご覧になってください。よろしくお願いいたします。 沖縄おばばでした。